西南学院大学水泳部一つになろう日本。そして、この福岡青年海外協力協会で世界のみんなも応援してます。一緒に頑張りましょう。こんにちは、僕たち福岡大学東北選対のメンバーです。今回東北物産展をやっております。元気づけていこうと考えております。よろしくお願いします。ありがとうございました。よろしく。僕たちは福岡大学派遣隊の有志たちです。東北の方にボランティアに行かせていただきました。自分たちが学んだことをここ福岡でいろいろな人に、いろいろな人に伝えていきたいと思っております。頑張ります。よろしくお願いします。お願いします。東北の皆さん、こんにちは。仙台の沿岸沖で災害ボランティアいたしました。私たちの思いを皆さんに届けたいです。頑張ってください。僕たちは福島県人会と福岡大学生が奏でる芋煮ということで、福島県産の食材を使った芋煮を販売しております。よろしくお願いします。頑張ります。ありがとうございます。よろしくお願いします。地方の皆さん、頑張ってください。中国人の留学生、頑張ってください。頑張ってください。福岡元気応援隊第8期のメンバーです。福岡からだとできることは少ないですけど、元気を届けたいと思います。ゆめちゃんこんの杉本です。今日は、東北の皆さんと、福岡を結び一体となってですね、美味しいちゃんこを作っていこうと思います。東北の皆さん頑張ってください。福岡市で約200名防災士っていう災害に関する知識を啓蒙している団体のグループです。何か少しでも健康のお役に立てればということで、こういうテントを設けました。以上、メッセージです。ありがとう。こんにちは。はい、夢ライブ福岡執行委員会出演者代表のレブのプリベージュ応援してるので、頑張ってください。はい、一番向こう、国会の皆さん、大河と滋賀で応援する隊という2人で、東北の方に支援をつけたいと思いまして、よろしくお願いします。福岡も地震がありました。苦労しましたけど、東北の皆さんも頑張ってください。福岡でも頑張りますので、頑張ってください。福岡県中小企業家同友会です。復興支援の CD を作って、福岡から応援しています。よろしくお願いします。福岡ロッキー応援隊の、サークルです。東北の皆さん、とても大変だと思いますが、これからも頑張ってください。頑張ってください。我々は九州アジア経営塾の OB 会で活動してます、壁樹会です。昨日の朝、東北から帰ってきたばっかりです。精一杯応援しますんで、頑張ってください。みんなで頑張りましょう。こんにちは。 3.11 記憶の記録、東北の市民が撮った市民の写真、震災写真パネル展の福岡市の実行委員会やってます、赤尾と言います。今日はたくさんの方々に、東北の市民の方が撮られた写真をご覧いただいてます。福岡で少しでも元気をお届けできたらという思いでパネル展をやってます。ここでこうやってご覧いただくことで、皆さんに少しでも向こうの方に気持ちが届ければなと思いますので、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。チーム夢代表の吉水です。今日のイベントは、被災地で活躍するボランティア、そして福岡で支援を続けるボランティアがみんなで集まって手作りで頑張っています。この東北に届いて、東北の被災者の元気に、そして希望の光になることを私は望みます。これから先も東北を応援し続けます。よろしくお願いします。東野真央コーネット福岡同窓会の別府です。私は最後まで東北の方々のことを忘れません、そんな意気込みでやってます。